むちゃんだけどこんな日にいいねやフォローしてくれると嬉しいです。トヨタアスリートビートは土曜朝10時から SDGs、 それに関連して全国で行われている活動を紹介するネルフォーチャンネル。今日注目するのは使い捨てにしないコーヒーカップ。続いて今日も石川県に本社のある創業113年を誇る大手洋食メーカー日光の取り組みを。むちゃんむちゃんだけどよ今日みたいな、こんな雪の日来るの。ラジオ局とかテレビ局に行った時に黒いプラスチック製のカップホルダーになんか白いこうインサートカップがセットされたカップにコーヒーが入って出てくるってことありますか。消して私は、わかります。結構ねしっかりとした要はケース寒いけど平気、まあ、持ち手のようなケースのものに白いプラスチックのやつ入ってる、はい、最近ちょっと見かけなくなりましたけど、ね、ありましたね。中身は白い方のカップですね。このカップに見える、これ白いインサートもちゃんとあるように見えるんです。例えばこのカップをメニューの一つと考えて、まあ、どういうことかというと、お客さんが来た時にこのカップでコーヒーを出す。じゃあ今度雪の中行くの？もっともっとまた近い。なるほど、デザインもなんか見覚えのあるデザインでもあるし、なんかそういうのかわいいですね。しかもですね、売上の一部や海洋プラスチック問題に取り組む NPO 法人ルミナリに寄付もされているということなので、うん、じゃあ近いって。